長崎県庁舎は、広域自治体である、長崎県の行政機関が入居する建物。長く、長崎市江戸町に所在していたが、長崎駅横の旧長崎を一跡地に新庁舎が、完成。2018年1月に新庁舎へ移転し、業務を開始した。 1874年春工の長崎県庁舎1876年春工の長崎県庁舎1911年春工の長崎県庁舎1953年春工の長崎県庁舎第300巻1994年すでに春工以来40年を経ていた県庁舎の改築について検討するための県庁舎建設委員会を県庁内に設置 同時に、外部委員を交えた、県庁舎建設懇話会を立ち上げた。1996年2月には、県議会に、県庁舎建設特別委員会が設置され、翌年2月に、委員長報告が行われた中で新長崎旅行へ、移転後の長崎を市跡地を、建設候補地とする意見が多くを占めた。同年9月には、当時の高田勇知事が、 県議会において、魚市場土地への移転を表明したものの、財政事情等から一時進展は停滞する。その後2004年、耐震診断調査が行われた結果震度6強の地震発生時に倒壊の可能性があることが指摘されたことから、改築、移転に関する論議が活発化した。県側が、魚市場土地への移転新築を進める。一方、 現県庁舎周辺等の自治会、商店街は、現在地での改築あるいは、現庁舎の再整備を求める声が上がった。2008年7月には、県庁舎整備懇和会が発足。県内各地での意見聴取等を経て、翌年2月に、長崎魚市屋土地への移転を打倒とする提言が、金子源次郎知事へ提出される。その後、県議会に設置された、 県庁舎整備特別委員会での審議を経て2011年1月に長崎魚市跡地への速やかな移転着手を求める意見書が賛成多数で可決され同地への移転がほぼ決定した2011年3月に発生した東日本大震災での津波被害から長崎港に面する魚市跡地の安全性について疑問が出たものの県側は 災害対策を強化した上で同地への移転を引き続き推進、県議会も特別委員会での再確認後に設計費を含む予算を可決した。長崎県庁舎移転と街づくりを考える市民の会は安全性や巨額の費用、現庁者に連なる地元商店街への影響を訴え計画凍結を求め署名活動を展開したが大きな動きとならないまま。 2012年12月中に、行政棟、議会棟の基本設計が完了し、翌年1月30日に発表されている。県庁舎跡地の利用について、埋蔵文化財調査を試験内外からの意見を集約し検討している。跡地には、文化芸術ホールの建設を計画していたが、発掘調査で、江戸時代の石垣等が発見されたことにより別の場所が検討されている。 令和2年の5月と9月、跡地の発掘調査で、江戸時代の長崎部行所の石垣跡や町屋の跡、等が見つかった。現在の長崎県庁新別館には、長崎振興局が入居する予定である。2は、県庁の一部部署が入居している。基本設計行政旨、議会旨、駐車場旨、実施設計行政旨、議会旨、駐車場旨、竹内朝子。 新県庁舎、整備で、非公式長崎市尾野江町、17年9月完成、目指す。毎日新聞新県庁舎移転のお知らせ、長崎県ウェブサイト長崎の原爆移行を記録する、改編、審判原爆移行長崎の記憶会長者、2005年84ページ。これまでの経緯急県庁舎、跡地範囲確認調査急県庁舎。 跡地内容確認調査県庁舎跡地活用に、ついて長崎市の新聞化芸術ホール建設県庁、跡地断念化専門から移行調査求める声、長崎県庁、跡地南側石垣、町アートを10月まで、本格調査長崎県庁跡地石垣、移行再下部は、江戸初期築造長崎県広報誌、長崎田より平成26年5月号。ありがとうございます。